こんにちは。こんにちは、金原です。YouTube メインチャンネル、久しぶりの更新です。こんにちは、元気です。試合まであと1週間、1週間ちょいかな。ということで、一応元気報告と、ちょっと今練習の移動中なんで、ですけども、まあ、せっかくなんで、Ryzen44、まあ自分のその、試合はできませんが、まあ他の試合の注目カードと展開予想、まあ、少しちょっと喋っていこうかなと思いますので、興味ある人はぜひ聞いてみてくださいですね。Ryzen44、はい、やっぱフェザー級がねどうしても目に行ってしまうカードが多いですよね。真島横山もそうだし、あと牛久萩原で金原クレベル、まあ3試合組まれてる中で、まあ、その他にも、まあ、自分が練習したことある人だったり、自分が携わったことがある人のなんかこう注目カードがあればと思っておりますので、よかったら聞いてくださいということで、いきましょう。ちょっとサクサクいきましょう、はい。まずは、中島選手対岡田選手ですね、はい、バンタム級の一戦ですね。中島選手、まあ、僕もロータスで一緒に練習させてもらって、前回はケラモフかな、ライジンデビュー戦ケラモフで、自分の適正階級じゃないフェザー級での一戦だったので、ここは本当に自分の階級パンクラスでねチャンピオンになって、元シュートのチャンピオン岡田選手と一発目ということですよね。仕切り直しの一発目、岡田選手も久しぶりの試合なのかな、久しぶりの試合だと思います。まあ、もう本当にみんなが見てるような、中島選手はジャブが強くて、まあ、パンチが本当上手ですね、ボクシング。引き出しが速いというか、ハンドスピードがすごく速くて、で、当て感も良くて、で、ケラモフもね、一発当ててますからね、ダウンみたいな感じで一発左フック当ててますからね、そこでの当て感だったりとか、そういうのは本当に、パンチの技術はすごく素晴らしいものを持ってると思います。ボクシング技術だったら本当に、ロータスで練習してる中でも 1,2 を争うぐらいなテクニックはあると思いますけどね、うん。まあ、その中で一方で岡田選手はもう本当にオールラウンダーというか、まあ、でもどちらかというと組寄りのオールラウンダーだと思いますけどね。打撃ももちろんできるし、まあ、その打撃を打ちながら組んでスクランブルまで持ってってっていう、まあ、ザ・バレスラ・松戸みたいなスタイルなのかなとは思いますね、うん。なんで、まあ、打撃戦をやりながら岡田選手が組を選択していって、まあ中島選手もね柔道組手で投げもうまいし、寝かされてからもその辺のストライカーと違ってしっかりスクランブルで起き上がったりすることもできるし、蹴り技とかもいろいろ持ってますんで、うん、だからどっちが当ててしまうのか、どっちが組んでしまうのかっていうところにはなって、もうすごく面白いスクランブル合戦になると思います。判定で15分ぐるぐるしていくんじゃないのかなっていう展開予想ですね。はい、楽しみです。で、またこれも僕の個人的な楽しみ、スパークカーライルたり堀江くんの試合ですね。まあ、この試合も堀江くんは本当に自分もタイ行ってる時に、堀江くんのインスタライブ見て、まあ、一人で笑ったりとか面白かって、もうコメントもこの間しちゃいましたけど、本当堀江くんそこの今インスタライブのおじさんっていう、お兄さんっていうおじさんじゃない、お兄さんっていうイメージの方が、まあ、どうしても僕も強くなってしまってるので、本業の格闘技の方でもちゃんと強さを顕在して見せてほしいなって思っております。はい、この試合はね、やっぱ組の展開がどうしてもすごく増えると思います。スパークカーライルが組んでいく展開が増えてきて、堀江くんが切ってカットして、で、打撃でっていう展開にはなってくると思うので、まあそこで、で、カーライルのやっぱ強さって、組負けたり、ねじ伏せられたりしても、ずっと動き続けられるスタミナと、フィニッシュされない、体の強さっていうのは持ってるから、なかなかこうフィニッシュを決着するのはなかなか難しいかなとは思っております。あと堀江君階級を上げて一発目のライト級ということなんで、それもどこまで通じるのか
うん、やっぱ若干ね、運動量の多いスパークカーライルの方が有利になってしまう展開が増えてくるとは思うんですけども、まあ、持ち前の根性で一発当てたりとかして織江くんがいけるのかっていうところが注目にはなります。これもやっぱごちゃごちゃなスクランブル合戦になると思いますけどね、うん、最終的にどっちが上取るのとか完全に織江くんがカットしきれるのっていう、まあ、腰のはすごく織江くん腰はめちゃくちゃ重いんで、それがじゃあライト級で通じるのかっていうところも疑問になります。まあ、減量区でねフェザー級だと減量区でいつものポテンシャルを発揮できないでいたからでの階級上げだと思うんで、そこは、まあ、上げたからじゃあライト級はライト級の体の強さがあるんで、そこは本当に難しい選択だと思うんですけども、まあ、本人が一番力を発揮できる階級でっていうところだったんで、ぜひこれも楽しみにしてみたいなと思っております。はい、じゃあ残り2つかフェザー級、これも僕楽しみの今回結構カード多いね。小山選手と真島選手の戦いですね。まあ、グラッパリング対決と言われてますよね。柔道ベースの真島選手と柔術ベースの横山選手っていう、まあ、こう戦いになってきますけども、まあ、横山選手僕組んだことなくて、まあ、どこまでできるか正直わからないですけども、まあ、真島選手は試合もしたことあるし、練習も一度ねうちのジムの方に来させてもらって、練習もさせてもらったことあるので強さは本当にわかるんですけど、もう僕は本当にこの階級の中でトップ 1,2 を争うぐらいの組力と組技寝技の実力は真島選手だと思ってますので、うん、その自分をしても練習だとやられてしまったのでね、よく試合で勝ったなって思うぐらい強かったですね。練習だとあとスタミナないがってみんなよく言いますけども、全然そんなことないと思うけどね。まあ、試合だとね減量して、まあ、緊張があったり力んだりとかそういうこともあったりで、試合のこうスタミナだったりペース配分がなかなかできないファイターなのかもしれませんけども、全然練習だと普通に続けてどん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 5ラウンド6ラウンドとかやってたから、全然普通にスタミナはある選手だなっていうのは思いますけどね。やっぱ試合に弱いのか、うん、だとちょっと悲しいなって思うし、まあ、僕はまだ真島幻想あるので、まあ、ここは真島選手がしっかり寝技対決を制してくれるんじゃないかなっていうのは思っております。イゴール田辺が横浜選手は充実、まあ、MMA 選手の中で充実の大会をやらせたら一番強いって言ってたんで、それもやっぱイゴールが言うぐらいだからもうすごく強いんじゃないのかなと思いますけど、まあ、そこも本当に楽しみですね。寝技対決楽しみにしております。はい、であれですね、ライジンスーパーライジンの時に僕もカードも発表される予定だったんですけども、発表されなくてこのカードだけ発表されておりました。シック選手と萩原選手、これは本当にどっちが勝つか僕もわからない。本当にめちゃくちゃいい勝負になると思います。やっぱなぜかというと2人の伸びしろがまだまだあるという、シック選手の伸びしろっていう部分では多分もうそんなないと思うんだけども、環境を変えたことによって、まあ、スタイルだったり作戦だったりが当てはまるのか、それとも横田さんの指導の方が良かったのかなっていうのは本当にこの試合で出てくるんじゃないのかなと思っております。まあ、もともと本当に根が真面目で一直線な男だと思うんですよ、牛久選手って。それが海外に行くことで頭がちょっと柔らかくなったり、そういうことがプラスに働くのか、まあもしくはマイナスになってしまうことももちろんあると思うんで、それがどっちに行くのかなっていうのが正直自分としては気になります。まあ自分も試合前だったんでそんなに見てる余裕もなかったりすることもありますけど、まあ、終わったらちょっとゆっくり見させてもらおうかなと思っております。あと萩原選手もそうですよね。やっぱ前回カエルアグオンに勝つことでの組み合わせでの自信だったり、今までやってきたものが新しくね環境を変えて、まあ、インタビューで読みましたけど、今まで岩崎さんのとこで寝技をやって組み技を教えてもらったのをちゃんと MMA ができる岸本君のとこで
あの寝技を MMA グラップリングをちゃんと教えてもらえるようになってから、あの前回はうまくいったので、それが本当に続けられてどこまで伸びてるのかっていうのが、まあやっぱ本当に気になりますね。やっぱあの人は倒せるストライキングを持ってるし、あの花もファイトスタイルもすごくある方なので、やっぱちゃんとしたその組み技に関しての対応がちゃんとできていれば問題ないのかなとは思いますけどもね。あとやっぱそのカイルアグには勝ってはいるんですけども、やっぱなんだかんだ全体的な流れで言うならばカイルアグの方が流れ的には取っていたので、やっぱ打撃を当ててライジンルールだからこそ勝てた試合だと思ってますし、うん、だからこそ今回の試合で組んできてもちゃんと対応ができる、簡単にバックを取らせないとかっていうことがやっぱ萩原選手の中ではキーポイントになっていくんじゃないのかなと思いますけどね。やっぱこう見るとやっぱ伸びしろがある人って改めて羨ましいなって思います。自分にこれが足りないからこれをいっぱいやればまだまだ伸びるみたいなところがある選手って羨ましいなと思うし、それに気づける人も素晴らしいし、それを実行できるチームも素晴らしいなって改めて今喋りながら思いますけどね。わからないです、本当にどっちがこの試合勝つかわからないです。本当に萩原選手にとっては自分の立ち位置というか、これから上に行く中での落とせない一戦だと思っております。だからまあ大事に、まあ、慎重になりすぎない、やっぱりこう組を覚えてしまうとやっぱ後手になってしまうことがあるんですよね、ストライキングだったり立ち回りに対して。そうすると萩原選手のいい部分っていうのがやっぱ多少消えてしまうので、めめって本当に難しくて、1個良くすると1個悪くなっちゃうし、で1個はあの悪い部分を良くしようと思うと、まあ、このいい部分もちょっと消えてしまったりするので、まあ、本当に典型的なのが朝倉未来とかが、とかがあのそんなタイプになってきたっすよね。昔はガンガン言ってたけど、テクダウンされたりとかすることによってだんだん手数が減ってきたりとか、まあ、こう後手になってきてしまう部分っていうのはあったんで、やっぱ本当にバランスだなってMMA って思いますね。あ、そう、ごめんなさい、忘れてました。もう一個ありました。中原選手と白川選手ですね。まあ、この二人、白川選手と一回練習したことがあって、中原選手は前回の大晦日かな、大晦日の時に一回練習しましょうよってなって、で実際に自分のところ練習来る予定だったんですけども、まあいろいろ訳があって、自分がお断りさせてもらって、まあちょっとまた試合終わったらやりましょうよっていうところになってきた感じの関係性です、はい。中原選手はもう、さっきの話がバランスがすごくいいファイターで、組み技もパンチも両方できるし、トータル的にも強いし、あとはワンでずっと戦ってきたんで、こう経験力という部分でもすごくあの完成度の高い MMA ファイターです。一方白川選手は復帰戦ですよね。何年ぶりなんだろうな、ちょっと肘かなんか怪我して、それで何年ぶりかの試合ですよね。ちょっとそのごめんなさい、期間がちょっとよく分かってないんですけども、まあその試合の感覚と、まあ、あとこの復帰戦でこの相手っていうのはもちろんすごくきついと思いますので、その中で白川選手がどう立ち向かう、まあ、ストライカーだと思うので、まあ、この怪我してる期間での組み技ができなかったり、まあ、打撃はね怪我してりゃジャブ、まあ、どっちかの手を忘れてましたけど、まあ、右手怪我したら左手だけとかさ、そういうのできるんですけど、組み技ってそういうわけにいかなくてさ、だから組み技ができないこう期間っていうのはすごく長かったなと思うんですよね。そうすると組み技できないとフィジカルも組み力も落ちていくと思うし、筋トレじゃないね、だからその中で体も強い永原選手の組みね、そこしっかり切って打撃勝負できるかどうか、まあ、そこも注目ポイントだと思うし、言い方ですけど中原選手としてはここは簡単にクリアしていかなきゃいけない相手だと思うし、白川選手としてはここをクリアできなかったら本当に下に落とされてしまう状況だと思うんで、ちょっとこうこれから来年に向けてトップ戦線に入っていく中で、ここの試合っていうのはお互い落とせない一戦だと思うし、フェザー級って面白いなって、僕もやっぱ自分の階級だから結構見るからさ、
面白いなって改めて思いますね。あのまだまだ面白いフェザー級の人たくさんいますよね、平本選手、うん、どうしたんだろうね。引退説みたいなのありましたよね。あのやっぱ彼みたいな面白い人が出てこないと格闘技界つまらない感じになっちゃうから、もう本当にまた復帰してガンガン暴れてほしいし、ね、朝倉未来もこの間 YouTube でなんかネタになってましたけど、1回しか練習してないって言うし、はい、なんでもう、皆さん自由にやってもらって、はい、自由でいいなって改めて思います。うん、で自分自身もね、バックレベル小池と本当に一番です。まあ結果はもうどっちに転ぶかわからないけども、まあそのクレベルとやれる準備っていうのは、もう120%、130%、悔いなくやってきました。怪我も大きな怪我もなくやってこれました。まあ本当に自信持って、自分の中の答え合わせを最後クレベルにして、全部をぶつけて終わった後ね、もう動けないっていうぐらい出し切りたいなっていう思いが今は一番強いです。本当にたくさんの方にね、チケット買ってきてもらったり、応援 T シャツ買ってもらったり、あとペーパービュー買ってもらったりね、来れないけどメッセージもらったりで、いろんな人が注目してくれてるカードだと思っております。なので自分ができることを限られますが精一杯ね、クレベルにぶつかっていきたいなと思いますので、ぜひ当日は応援していただければ、まあ、応援しなくてもいいけど見ていただければ嬉しいです。はい、そんな感じです。ライジン44で、その翌週もね、所秀夫名古屋ありますので、それは僕ももちろんセコンドで行きますんで、名古屋であったらまたそちらの方はね、まあ、僕全然本当何カード名古屋のカードが何あるかを全然分かってないんですけど、まあ、試合終わって余裕があったら取りましょうかっていうところです。まあ、所秀夫の注目カードって誰がいいのかな。あ、井上と有川太田か、それぐらいしか知らないな。あと誰かだ、すいません、そんなところです。まあとりあえず自分のライジン44あと1週間ちょいぐらいになりました。当日は皆さんよろしくお願いします。頑張りますんで、ということです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。